なんで武田塾なんですか、林塾じゃないんですかね。あれなんか予備校でうまくいかなかった人軍団ですもんね、はい、武田塾の興味の人は、はい、YouTube は本当にかなり初期からですね。そもそも YouTube より前にニコニコ動画からやってる、この塾業界征服するってことで。どうぞ、始まりました。森哲チャンネルです。今回はですね、再び中森さんにおいでいただきました。ハローゼア中森さんのハローゼアが着るのはこのチャンネルだけ。確かに。そのうちチャンネルでも今度来ていただいた時やってもらう方がいいですかね。はい、なるほど。それも見れるかもしれないですね、はい、今後、ね。そんな中森さんの、今回はですね、武田塾の発展というか、はい、どういうふうに、はいはいはい、今やだって何校舎あるんですか。もうすぐ300ですかね、この放送で。はい、そんな、はい、どうやって増えてって、はい、どうやって発展していったのかっていうのを聞きたいんですけども。いやでも増え方急なんですよ、はい。まずそのフランチャイズになる前とフランチャイズになった後で全然違うんですけど、はいはい、今、武田塾の歴史の中で、大体半分ぐらいフランチャイズじゃない時期があって、はいはい、半分ぐらいフランチャイズになってきてるんですよね、そろそろ歴史的には。そうなんですね、はいはい。でもともとその武田塾自体は、まあ、林塾長がお茶の水で始めて、はい、で数年間お茶の水1校だけで、その後千葉の市川に2校舎目ができて、はい、その後また数年間お茶の水と市川だけでやってたんですよ。へ、はい、なんで武田塾なんですか、林塾じゃないんですね。 あれは、まあ、インターネットの掲示板で質問をうちの塾長とか、まあ、他の人間とかも答えていて、はい、その時に使ってたハンドルネームが最初に武田って名付けた人がいて、はいはい、その人の名前をそのまま引き継いで使ってて。あ、そうなんですね、はい、ハンドルネーム武田が作った塾だから武田塾なんですよね。わあ、なるほど。すごいネット時代の、そうなんですよ、塾って感じだったんですね、はい、それが何年ですか、一校舎。2006年ですかね、はい、そんな頃だったんですね、はい、で僕が当時その学年的には大学3年生の時期なんですよ、はい。その前に家庭教師のエイバーっていうのをもともとエイバーっていうのが武田塾の本社の名前なんですけれども、やってて塾を起こしたその初年度の時に、私がその一緒にアルバイトもした時期あるんで塾長と、でその塾長が会社を起こすからってことで一緒に働いて塾辞めて、まあしばらく経って、あ、なんか塾作ったんだと思って連絡してみたら、ちょっと人手足りないからよかったら手伝ってくんないって言われて、僕も当時その元々働いた塾はもうその時辞めてて、まあ、個人の塾とかいくつか掛け持ちしてて、まあどっかに絞りたいなってのもあったんで、そこで働き始めたんですね。なるほど。当初はやっぱりその先生たちが割とその、まあ、武田塾としての方針もあったんですけど、はい、割と先生のこうマンパワーに任されてた時期っていうのは結構やっぱりあって、その頃参考書とかをやってたんですか、はい、その頃。そうです、やってたんですけど、一個体系立てて作ったってことはなかったんで、はい、割とその先生たちの意見で結構作ってたところがあって、ほうほうほう。いやでもこれその今の先生たちは優秀だからそれは当然できるけど、うん、こっから先例えばめちゃめちゃ適当な先生とかが来ちゃったら、はいはい、まあ、まずいだろうというのもあるし、うん、生徒によってやっぱその適性違うからちゃんと一回整備した方がいいなっていうふうに、そこ授業はしてなかったですか。もうしてないです、してないです。なるほど。どっちかっていうとそのイメージ的には反転授業的な部分とテストを結構やらせてるイメージですね。生徒に説明させるみたいなことをやりつつ、でそのために先生がこういうふうに説明してこういうふうにやるんだよみたいなやり方を教えて、その通りできてるかをチェックするみたいなことやってた。なるほど、はい。まあそうですね、なんか予備校でうまくいかなかった人軍団ですもんね、はい、武田塾の教務の人たちって、はい、T 神と陽ゼミの授業を受けまくってた人が多いですもんね、はい、そうなんですよ。でもってことは林塾長も教えてたことあったってことですね、その前の。そうやっぱ林塾長は基本的に人の心掴むのがうまいんで、話はすごいうまいわけですよ、はいはい、ただやっぱりそのちょっとあれですけど飽きっぽいというか、はいはい、ところもやっぱりあるんで、ずっと林塾長、これが先何十年間も林塾長がこう指導するっていうのは難しいっていうのがあるわけですよね、うんうんうん、本来的に本人の、まあ、資質的には、まあ、しかも指導もすごいセンスあって指導うまいんですけど、でもやっぱり社長としての部分ってやっぱちょっと違う部分があるじゃないですか、ね、なので、まあ、そういうところで結構社長業に専念してもらいたいっていうのもあったし、ね、僕がまあカリキュラムを整えればとりあえず、まあ、講師たちの負担も減るだろうってことで、うん、それでまあカリキュラムを作り始めたのがまず大本なんですね。そうだったんですね、はい。当初は参考書どれぐらいあったんですか。あの最初は文系からまで作ってるっていうのも、はい、当初やっぱり生徒が圧倒的に文系多かったんですよね。あ、なるほど、そうですね、はい、でそこから理系のルートを作ろうって話になったんですけど、ただ理系のルートは僕一人でやったら絶対失敗するなっていうのがあったので、
で当時働いてた先生とかに聞きつつ、実際にその問題集とか解いたり全部見比べて、うん、その先生の言ってることが本当に参考書に書いてあることが自分が読んで理解できるかどうかとか、その通りになってるかどうかをチェックして、いやでもこれちょっと言ってたこと違うかな、あその通りだなっていうところを把握して、それでルート整備してたみたいな形になります、ね、すごい参考書出てて、はい、参考書書いてる先生たちからめちゃめちゃ感謝されるって、ね、本当ですか。みんな武田塾のルートに乗りたいって言ってますからね。いやすごいありがたい話ですね、はい。そしてじゃあその成長はどう、はい、二校舎からそうなんですよ。でそのたまたまフランチャイズをやりたいって言ってくださる方が、ちょっとその通信制高校を武田塾が一時期やってた時期があって、ほいほい、そこのつてで、まあ、知り合った方がやりたいって言って、そこから最初初年度数校舎できて、はい、で市川校もフランチャイズになって、実はその本校が運営してるのはお茶の水本校だけになって本校が運営してる、はいはい、でそこからいざやってみたら、これ広められるんじゃないみたいな、うんうん、最初やっぱ武田塾を広めるのって大変なんじゃないかと思ってたんですよね、はい、ただよくよくやってみたら、そもそもカリキュラムはもう全部できてると、うん、やり方も全部マニュアル化されてるから、うん、指導の部分に関してはもちろんその時点でも足りないものは結構いっぱいあったんですけど、はい、割とその武田塾のやり方をやるっていう部分に関しては研修しっかりやればいけるなと。あとはその集客とかの部分が武田塾やっぱ知名度、うん、その時点でもネットで結構有名ではあったので、はいはい、まあ意外とスムーズにこれフランチャイズできるんじゃないって話になって、うん、まあ、そこからあれよあれよと実際やった校舎がうまくいってもらって、気づいたら今のこの校舎に、ドドドドドッと増えていったわけですね、はい、YouTube はどれぐらいからやってるんですか、はい、YouTube は本当にかなり初期からですね。そもそも YouTube より前にニコニコ動画からやってるんで、はあ、ニコ動から、へえ、はい、わらわらわらみたいな出てた、はい、そうですそうですやし、さらに言うとニコニコだけじゃなくて、当時そのウーカル TV っていうその、はい、チャンネルがちょっとあって、その何ですかその変な名前まあその撮影をそこでちょっとやってて、実は武田塾チャンネル当初そのウーカル TV っていうところで撮っていて、はいはいはい、そこから今 YouTube に独立して武田塾チャンネルになってるって感じなんですね、はい、そうですね、はい、いや今学校の先生でも塾の先生でも、はい、その武田塾チャンネルの情報を参考にしてやってる人いっぱいいますからね、はい、あ本当ですか、ありがたい話ですね。なんですか、今までやっぱ塾とか予備校って自分たちのところを隠すみたいな感じだったじゃないですか、はい、そこの真逆の発想を出していくみたいなですね、はい、のは、まあ、今の時代にやっぱ合ってんじゃないかなっていうのはすごく思いますね、はい、まあ、今やっぱりそういうのが広がってきて、それこそ YouTube で授業する先生も増えてきてるじゃないですか。そうですね、はい、出てきてますよね、はい、で不思議なもんで授業全部タダで見れるのに買うんですよね、みんな本とか、ね、はい、不思議ですね、不思議ですね、なんでなのかわからないですが、はい、やっぱり勉強するって強制されないとやっぱやらないっていうのがあるんでしょうね、うん、まあ、やっぱりそのうち自身がその成長したきっかけっていうのも結局やり方分かっててもやってなかったんだろうなってところが大きいのかなとは思ってて、やるとリターンが早いんですよね。予備校の授業とかの先生の話聞いてすっごい分かりやすくて、分かったって手応えをみんな感じるんだけど、じゃあ自分が解けるようになったかって言ったら、その後復習しないとやっぱダメじゃないですか。そうなんですよ、アウトプットしない人が多いですもんね、はい、インプットばっかりでそのままただ良かったって満足だけで終わっちゃう人が多いですもんね、はい、そこを本当に取れるところまでやったっていう意味で、自分でやんなきゃいけないことの手伝いしてるだけなんですけど、うん、ただそれがやっぱり今の受験生のみんなには合ってたのかなっていう感じですかね。確かに時代的にそうですよね、はい、しかもあれですもんね、予備校とかもね全然進めちゃったりもしてますもんね、こうだったらこれいけばいいんじゃないですか、そうです、普通に流してますよね、はい、全然問題ないですね受かりゃいいんですよ、何でも正直なところ言えば、うん、武田塾だって本当に武田塾なくたって全員受かるなら武田塾なくたっていいと思ってるんで、ね、これからどうやっていきたいんですか。武田塾としてはやっぱり武田塾を広めていって、全校舎どこでもやっぱ武田塾として満足いくサービスができるようにしていかなきゃいけないっていうのが、なるほど、武田塾の教務部長としては自分の目標ではありますね。いろんな地方にありますもんね、はい、だからそうなるとやっぱりその地方の先生だったり地方の生徒っていうのはやっぱり首都圏とは違いもあったりするわけですよね。すごく分かりやすい話だと、早稲田の話は早稲田周辺の先生が一番詳しいわけじゃないですか。そうですね、はい、それを地方でも情報が手に入るようにしなきゃいけないっていうのはやっぱあると、うん、そのあたりはすごい大事かなと思ってますね。そうですね、うん、地方の格差とかね、うまく成功していく人もいっぱい出てきてるわけですからね、はい、まあ高田先生なんてね、まさに京大入っちゃう人が出たわけですからね、はい、それは本当に理想だと思いますね。でそれが武田塾の教務長としての僕の目標で、僕自身、まあ、武田塾っていう垣根を取っ払った時に何したいかって考えると、はい、どこの塾でも予備校でも成績上がるシステム作りたいですね。おー、なるほど。それこそ
このやり方を東進でやったらどの講座をどう使ってどう校舎でやらせれば上がるのかみたいなこととか、それは河合塾でもそのスタディサプリでもいろいろどこでも多分やり方はあると思ってて、僕自身は多分武田塾で今回やってる経験のおかげでどこでも成績伸ばせるとは思ってて、それはあって、本当にだから世界中のどんな人間でもその少しでも勉強をやり方を教えて向上させることができればいいなとは思ってますね。なるほど。誰が来ても成績上げるぞみたいなことができればいいなと思ってます。じゃあ、はい、この塾業界征服するってことで、いやいやいや自分が頂点にいてで予備校が下にあるみたいな。いやいやいや、ただ塾行って伸びないとか勉強したら成績上がらないって人を減らしたいっていうのが一番ですね。なるほど。努力しないのは正直もうしょうがないと、それはもうある意味やる気がないっていうのは別に無理にやるもんでもないと思うし、はいはい、ただやる気あってやったのに伸びなかったっていう子は出ないようにはしたいので、うん、ただそれはやっぱり武田塾に行ってない子でも同じことは絶対起こってると思うんで、うん、そこは何とかしてあげたいなっていうのはちょっとあるかなと。なるほど。参考書のね分析は続き、はい、入試の分析も続き、はい、でも今いろいろこうやって広がってきたおかげでいろんな先生、それこそ森田先生もそうですけど、はい、教科のエキスパートっていうのは僕よりはるかにいろんな教科のことが詳しいので、その先生たちの凄さをどう伝えるかとか、その先生たちの指導をよりその生徒の成績に直結させるために何やればいいのかとか、そのあたりはちょっといろいろやっていければいいかなと。武田塾チャンネルも、はい、ネタ切れにならずにやっていけますか。そうですね、まあ、トータルもう5000本超えてるんですかね、6000本7000本とどんどん増やしていって、なんで1日に2本出すっていう、はい、生徒の需要に応えようとするとですね、はい、どっちかしか見たくない人がいっぱいいると思うんで、はい、極力2つのちょっと被らないネタをやっていきたい。あー、へえ、そんな感じだったんですね。はい、わかりました。じゃあですね、じゃあこれからまた中森さんがですね、日本を征服するのを、はい、いやいやいや待っておりますんで、はい、はい、今回は武田塾の中森先生においでいただきました、はい、ありがとうございました。